ジュニアムティアはアチェ戦争におけるアチェゲリラ指導者の一人。ムティアが描かれた1 0ルピア1870年にアチェ王国のペルラクで生まれる。成長後、トゥクサムサラーフと結婚するが後年離婚している。後にチュムハンマドと再婚している。ムハンマドはオランダ領東、インドによるアチェ支配に反発し、ムティアと共に反オランダ闘争に加わるようになる。 1899年にムハンマドとムティアはオランダ軍へのゲリラ闘争を開始する。しかし彼らはその後2年間行動を起こさなかったためオランダ軍は脅威とはみなしていなかったが二人は1901年に奇襲を仕掛けオランダ軍の防衛拠点を攻略した。この功績を認められムハンマドはスルターンのムハンマドダウドシャーからクレトウチ区長に任命される。 ムハンマドとムティアは1901年から1903年にかけてアチェ北東部でオランダ軍との戦闘を指揮し、オランダ軍兵士10人を殺害して67丁の銃を奪った。1905年にムハンマドはオランダ軍に捕獲され、同年週刊先の刑務所で銃殺される。夫を殺されたムティアは、新しい指導者となったパンナングロと共に戦闘を指揮。 したが、ナングロも1910年9月26日に戦死した。ムティアは新しい指導者となったが、彼女の元には45人のゲリラと13丁の銃しか残されていなかった。ムティアはアルクリエンの戦闘で敗北し、逃げ込んだ隠れ家でオランダ軍に発見される。彼女は探検を手に抵抗したため、オランダ軍に頭部と胸部を撃たれ死亡した。 遺体は同地に埋葬されている。インドネシアでは、カルティリ、チュニャディンと並び、インドネシア女性の英雄とされており、1964年5月2日に、大統領令107号により、インドネシア国家英雄の称号を送られている。2016年12月19日には、彼女の功績を称えて、センルピア紙幣に、彼女の肖像が採用された。ありがとうございます。